はい、こんにちは、キャーです。今日ね、見て、我らがホンダアクティだよ。まあ、軽トラですね、軽トラ。まあ、誰しもが一回乗ったことあるわけではないか。いや、まあ、大体こう、なんていうの？俺たち、こっからじゃね？なんか、おじさんちのこのトラックじゃない？これにとりあえずちょっと、なんか、わかんないけど、乗ってみるみたいな。ね。そういうところから。すげえリアルだな、このなんか、サスの感じとか。やばいよね。そして今日はね、この我らがホンダアクティで、イニシャル D でおなじみ、アキナ峠をね、走っていきたいと思います。そして、まあ、ちょっとね、普通に走るだけだとつまんないんで、フェラーリの F1 のエンジンね、毎度おなじみ、1万8000回転回る750倍くらいのエンジンを積んで、お、そうそう、見て見て。この、見て。タイヤ曲がってる、タイヤ曲がってる。俺の腕飛び出てる。このタイヤね。すごいわ。F1 のエンジンを積んだらどうなるかっていうのもね、後半でやってみたいと思います。じゃあね、まずちょっとね、走ってみよう。はい、ホンダアクティ乗ってきました。そうなんだよ。この、なんかこのガニ股具合、わかる？このガニ股具合。ねえ。このガニ股具合わかる？わかる人にしかわからない。懐かしいっていうか、ね。でも何気にね、この車ミッドシップなんだよね。ミッドシップマニュアルでね。しかもなんか四駆のね、アクティもあるよね。これは今、あれかな。ミッドシップでリア駆動。これ、すごいよね。はい、じゃあ、走っていくぜ。走っていきたいと思います。エンジンかけて。一速入れて。結構回るじゃん。ちょ、ハザード出ちゃってるけど、まあ気にしないで。おおそして何気にね、俺、モーションシムでやってんだよね。モーションしてるっていう。まあまあ、なんでモーションしてるかわかんないけど、ちょっと画面揺れちゃうわな、これ、モーションしてると。なんか、ハンドルが定期的に小刻みに揺れるっていう、これなんでなんだかわかんないけど。まあまあ、ちょっと、いやいや、これ、フォースピードバックも効いちゃってて。お、コーナー、おお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 お、コーナー早いぞ。やばいな、これ。あった、楽しい。やっぱね、走りの原点は、軽トラだろ。おお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 、すごい。あ、結構流れる方が、軽トラ。おー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 おおお、この感じ。お、すごいすごいすごい。やっぱりさ、ちゃんとアセットコルサも計算されたシムだから、このホイールベースとか、あ、めっちゃアクティのハンドリング。この小刻みに左右に震えるハンドルはちょっといただけないけど。おー、やっちゃうよね。軽トラあるある。おお、すごい、流れる。おお、すごい、結構パワードリフトしてくる。なんかね、ドアターンみたいな、こう巻き込んでくる感じ。うん。なんかね、そういうのがアクティにはある。この動きが楽しいんだ。うん、すごい。おー、ちょっと待って、ブレーキ全く効かない、ブレーキが。やべえ、これめっちゃ楽しいんだけど。やばいやばい、マジで。あー、ブレーキ効かない、ブレーキ効かない、ブレーキ奥まで踏んでる。あー、奥まで踏んでる。見て見て、ブレーキ奥まで踏んでたのに。いや、もうちょっとブレーキ効くような気がするけど、まあ、こんな感じだな。はい、じゃあ早速ね、F1 のエンジン積んで走らせるとどうなるかっていうのをね、やってみよう。はい、F1 のね、エンジン積んできました。やばいな、軽トラに F1 のエンジン。アホやな。やばいっしょ。アイドリング、ほら見て、アイドリング4000回転。たこめた意味ねえわ。はい、じゃあちょっとね。おお、
早速どんな感じか。あ、結構走れる。あ、あんま走れるぞ F1 のエンジン。え、おお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 、走れる走れる。クラクションをちゃんとかけて、おお、なん、なにこれ、おお、流れる、あ、すごい。あー、ちょっと待って、シャーシキャパやばい。あー、ブレーキが効かない。おい、あ、でもまあね、なんか走れそう。はい、ブレーキを強化してタイヤもね、ハイグリップ、そして四駆にしてきました。これでね、どんなになるかやっていくわ。いくぜ。やっべえ、このキロまで あっという間出る。ものすごい加速。うん、やーべえ、めちゃくちゃ速い。やばいやばい、なんだこれ、なんだこの車、ものすごい車体真っ二つになってるわ。そしてね、あんま曲がんないんだ。コーナリングしてこないっていう、なんでこれ、四駆だからかな。やばい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 。ちょっと待って、うお、すげえ。これはね、藤原拓海に勝てそうなんで、ちょっとね、アキナの86ダウンヒル対決やってみたいと思います。さあ、じゃあやっていきます。はい、じゃあね、 F1 のエンジンを積んだ軽トラ対 AE86 やってみたいと思います。ぶっちぎりだぜと思ったら、コーナーがやばい。いや、これはね、走れないな、ほぼ。こんな感じ？あー、曲がらない。やばいやばいやばい。これはちょっとね、これはちょっと、いや、もう
このバランス出てなさすぎて運転できない。で、ちょっとエンジン、もうちょっとなんか普通にする。普通の車の方がいいわ。はい、ちょっとね、セッティングし直してもう一回対決したいと思います。はい、ホンダアクティ軽トラに AE86 のエンジンをね、積んできました。これでやっていきたいと思います。よっしゃ、軽さで前に出た。5があるんだ、今気づいた。いやー難しい。あー、コーナーが明らかに86の速い。立ち上がりがわずかにアドバンテージがないか。よいしょ、いやこれめちゃくちゃ楽しいぞ。いやこのぐらい減速からのターンがね、ちょっとツッコミが本当に弱い。ここだな。あー、なるほどね。いやー、この辺のさすが柔らかいな。改善点は いろいろある。もうちょっと足を固めれば、足とデフかな、もうちょっといい走りになるな。いやー、高速コーナーはきついね。作るねー。ターンインが辛い。ターンインが、ターンインの後のなんかね、あー大丈夫大丈夫、いける。あーあーちょっとね、ハンドルをなんだろうな、切りすぎたの。いやー、もうちょっとなんとかセットが出れば。ちょっとサスペンションがちょっとね、固められないとかいろいろあるんだよね、その辺を。まあちょっと、あー先行かれた。もうやろう、いろいろあるんだよこっちも。なめんなよ、軽トラなめんなよ、このやろう、クソガキ、峠なんかで遊びやがって。こっちは農作業してんだよ。待てこの野郎、小僧あいつも豆腐の配達してんだっけ。行け小僧待て、この野郎アンダーゼルこういうケタのおじさんいるよねいや、いねえか。あー、アンダーゼルちくしょう小僧もの野郎あー、これついていけないわ。いや、もうオーバーが出せないからさ、アンダーしかね。あー、これはちょっと、タイヤの選択ミスだな。タイヤがハイグリップすぎるわ。
アンダーすぎる。リアタイヤが。おじさん事故ったわ。おじさん事故ったわ。はい、やってきましたけどね、いかがだったでしょうかね。いやーこれセッティング出したいね。いやーすごい残念だわ。はい、ちょっとね直しての作業に向かいたいと思います。はい、またねこういうのやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。